来年度からセントラルスポーツに入社することが決まり、とても嬉しく思っています。まずは東京オリンピックで金メダルを取るというのが一番大きな目標です。理由というかもう、夢なので、それを絶対に叶えたいなと思っています。私は、真という漢字を書きました。なぜこれを選んだかというと、新社会人になるということで、まあ、頑張っていこうという、その真と、また、東京オリンピックが延期になってしまい、また開催されるということで、新たな気持ちで頑張ろうという、そんな思いが込められています。まあ、また一緒のチームで、戦えるというのがとても楽しみというかワクワクしている感じで、そうですね。同じ、もう本当にずっと同じ道をついていくっていう感じなんですけど、好きなんですかね、お兄ちゃんが。はい。好きなんだと思います。